エボツクーショボーエスティデイチオウエンユルナワチンヒップホップで学ぶ英語チャンネル、イエス様ゆきベベイ。さて今日もシンガロングなんですけれども、はい、何やるかっつうとこの曲ですね。もういっちゃいましょうか。セントラルシードージャー。おお、ね、まあやっぱりその今のなんていうかバイラルヒットのなんか威力の凄さみたいなのね、あの前回、うん、グロリラの FNF なんかもやりましたけど、はい、一躍これで有名中の有名人ですね、この人もね。そうですね、はい、うん、あの UK の人ですけどね、もうなんか UK ドリルの代表みたいな代表じゃないけど UK ドリル聞きたいって人がいきなり増えた気がする。はいはい、あさらに、うん、まあ、あの昔からね、まあドリル、ブルックリンドリルもそうなんだけど、うん、で UK ドリルっていうのもかなりあの大きな勢力っていうか、うん、あったんだけど、うん、それで UK 聞き始めてる人かなりいる気がするね、この曲から。うん、なんかあのリクエストもね、はいはい、露骨に増えた、クラブで、あ、うん、UK ドリルを流してくれっていう風に。なんか面白いね、それ。 UK ドリル自体はさ、むしろなんかブルックリンとかそれぐらいと、うん、どっち先なんだっけ、あの多分 UK の先じゃないかな。そうだよね、そんぐらいなのに、うん、多分 US 好きにもこう訴求するような UK ドリルとしては結構は初めてじゃないけど、そういう感じなんだろう。あのいるんだけどね、あの、うん、アーティストは結構昔からあの、うん、いっぱいいるんだけど、ここまですごいもう特大ヒットって、うん、まあ初めてじゃないかな、やっぱりその、うん、ワールドヒット、うん、はい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 、まあネタのね使い方もあったり、うん、クラブでもかけやすかったりとかあるけど、はいはいはい、で結構内容どんなこと歌ってんのかなって、俺も聞きながら、うん、もうリリースされてから結構経つんですけど、はい、実はちゃんと中身見てなくて、うん、意外と調べてみたら、ちゃんと見てみたら、あ、こんなこと歌ってんだみたいな。はいはいはい。まあ、今回フック部分ですけどね、もうフックとバース、16だったかな、16小節かなと、うん、もう一回フックが来て終わりの超短い曲なんですよ。はい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 。これ1分半の、まあ、2分はないぐらいの曲なんで、そうですね。はいはい。まあ、これがほぼ曲を占めているって感じなんですけど、うん、最初はね、あのもう、てっ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 てから始まって速攻入っていきますね。はい。はい。How can I be homophobic? と。で、まあ、homophobic。まあ、俺がどうやったら、ホモフォビア、同性愛嫌悪っていうんですか、うん、日本語で言うと。うん。そうですね。になれるっていうんだと。うん。うん、まあ、そんなわけがないだろうってことなんですけど、うん、ホモフォビアなわけないだろうと。で、my bitch is gay なんですよね。うん。俺の女はゲイだと。うん。でなんか女性にはまあ女性の場合は同性愛者はこうレズビアンって言い方することが多いけど、うん、まあでもゲイでも大丈夫、大丈夫っていうか、そうね、なんか、うん、いう場合もありますね、なんかいう場合もあるということで、うん、はい、なのであの俺の彼女が同性愛者だと、うん、いうこと言ってます。で実際にね、はい、あのね彼女がバイセクシャルらしいんですよ。はい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 、うん、でこうなんか彼女は僕が知り合った中で最初のそういう同性愛とか、まあ、バイセクシャルの人だと、うん、でまあ本当にちゃんと知り合って向き合って分かることがあるみたいな、うん、はいはいはい、なのでこれセンチって言ってんのかな、なんかセントラルシー、これが相性みたいな感じ、はいはいはい、CENCH センチ、彼はね、あのセントラルシーはリリックの上だけじゃなくて同性愛嫌悪にはすごい反対してるんですよ。うん、結構やっぱりヒップホップまだねありますけど、ホモフォビアの要素っていうか、うんうん、だけどもう それっていうのはすごく問題で、それにそういう趣味嗜好に対して他の人がどうこう言うことじゃなくて、うん、それは個人の問題だろうみたいな、うんうん、個人の話だから、ガタガタ言うんじゃねみたいな感じでしょうかね、うん、はいはい、あこういうことを頭から歌ってんだみたいな、ね、意外というかね、そうですねうん、続いていくと、ヒットマンインダトップ、トライスイヤマントップレス、イーブンダスティックイズゲイということなんですけど、うん、ここがね、これね、いや、いいよ。いいですよ。
まあ、ヒットマンインダトップ。インダトップっていうのがもう、頭ですね、トップ。体のトップ。はいはいはい、うん。まあ、頭をぶっ飛ばして、はい、トライシーアマントップレス。トップレスになった野郎を見てみろて。はい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 。やつを見てみろ。トップレスになった。うん、首がなしになったやつを見てみろ。はいはいはい。ね、ほら銃だってゲイなんだぜってこと。でこれ あのでトップが頭でトップレスが、はい、頭がないと。で、はい、野郎をトップレスにする銃っていうのはゲイ。まあなるほどね。トップレスっていうのはね、あのもう服を脱いだっていう。はいはいはい。あの服を脱がせるという意味でもあるじゃないですか、もともとね。はい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 。なので。まあ、野郎の服を脱がす野郎をトップレスにする銃っていうのはゲイなんだぜっていう言い方、はいはい、あ面白いこと言いますね。うん、結構言葉遊びおもろいじゃんみたいな、うんうん、ちょっとね、あの舐めてました、お見せしましたいや俺も舐めてたわで、なんか銃がゲイだっていう言い方は結構あるらしくて、うん、あ、そうなんだ。ナードウィックもね、なんか、野郎を、こう、ブローする。はい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 。銃っていうのはゲイだぜ、みたいな言い方してる、ね。ブロージョブをするかのように、うん、野郎をブローするっていうことは、うん、銃はゲイなんだ、みたいな、うん。うん。そうね、そういう考えって、まあ、銃使わないとわかんないよね。その発想がまず浮かんでこないからね。そういう発想はなかなか出てこないね。そうですよね、自分の女も銃だってゲイだぜみたいな言い方した後に、うん、Hanging my brothers and say that I love them、ブラザーたちを抱きしめて愛してるって言うと、うん、But I don't swing that way という、でもそういう趣味はないってことなんですけど、スイングザ、まずブラザーですね。ブラザーっていうのがこう、まあ兄弟仲間、はいはいはい、でなんか結構こういう言い方するみたいですね、こういう綴りというか BRUDDA みたいな。で Swing That Way っていうのが、まあその気、その趣味思考がある。でなんかこれ調べたら特にこう同性愛者であることを表すときに使われるような、うん、あ、もう、ね、To be homosexual、はいはい、Swing That Way イコール To be homosexual みたいな、書き方してる辞書もあって、はいはいはい、日本語で言うとその気があるみたいな感じ、うん、でまあそれが Don't swing that way なので、まあそういう趣味はないと、はいはいはい、そういう同性愛者に対してを否定する、同性愛者嫌悪っていうのは違うよって言ってるけど、でもまあ俺はそういう趣味はないよと、うん、うん、なんか今っぽいですよね、なんか今っぽいっていうか、うん、うん、別に自分にそういう趣味はないけど他の人はそれでいいじゃないみたいな、うん、感じ、ね、で最後ですね、 The Mandem Celebrate Eid。 Mandem っていうのが友人とか、特に男の友人らしいですね、男の仲間、うん、が Eid を祝うと、仲間たちは Eid を祝う。 Eid っていうのはイスラム教の祝日で、はい、セントラシーはね、あのムスリム、うん、イスラム教徒なんですけど、ね、うん、イスラム教の祝日でこうなんかすごい大事な日らしいですね、はいはいはい、この後も出てきますけどクリスマスぐらい、うん、でかい祝日らしいです、はいはいはい、あの断食の後なのかな、あ、ラマダンの後、ラマダンの後の祝日なのかな、ちょっとごめんなさい、あの間違えてるとこあったら申し訳ないです、すみません、はい、でも、そういう感じらしいんですけど、で仲間たちはイードを祝い、 The trap still running on Christmas day と、トラップ家業はクリスマスも休まないと、はいはいはい、うん、まあ、ここはやっぱそういう、その自分はムスリムで、まあ、クリスマスには祝日じゃな、その休日じゃなくて働くぜみたいな感じですかね。なるほどね、うん、なのでなんか結構思った夜みたいな言い方したらあれですけど、うん、結構自分の意見も言ってるし、なんか言葉遊び的にもうまいことやってるし、うん、あ、結構やるじゃんみたいな感じなんですけど、そうですね、なんかこうひたすら、うん、Let me blow your mind のビートを使っていて、もうただこうキャッチーな感じみたいな感じも捉えてたんですけど、うん、あ、実際見てみると、あ、こういうことを歌ってるんだっていうのはちょっと驚きました。で、なんかタイトルがドジャーなのはこの後すぐ、うん、ラップに入るんですけど、それはなんかね、ドジャーキャットと遊びたいみたいな
感じなんですけど、なるほど。なんかそれは書いてた時にドジャーキャットのことが、うん、頭浮かんでて、はい、まあ、彼女はすごく魅力的でみたいな感じ、はい、まあ本当に ドジャーへの、思いじゃないけど、はい、彼女と遊びたいみたいな感じで書いたらしいんだけど、まあ、そういうなんかちょっと軽さもありつつ、はいはいはい、こういうことも言っててみたいな。いいね、なんかいいな曲全体ではちゃんと尻滅裂になりながらも、なんかこういうポイントでこう意見を発していくっていうのはなんか面白いですね。うん、そうなんですよ。だから、はいはい、なんかやっぱ新世代の感じするなっていう感じでございますね。はいはいはい、はい、でこれね、歌なんだけど、うん、最初の一文かな うん、うん、全部歌うって感じではないかな。あ、本当。てか歌うよりぶっちゃけダンスですね。ああ、なるほど。ドリルのダンス、はいはいはい、で今ちょっとすみません、本当私事なんですけど、はい、膝が非常に痛くてですね。膝また悪化した。膝を負傷してるんですよ。なのでちょっとダンスは勘弁してほしいんですけど、うん。だからもうその一文目ですね。How can I be homophobic? My bitch is gay っていうところですかね。はいはいはい。うん、ここがをしっかり、特にこの My bitch is gay のとこが歌ったら気持ちいい。でもこれはさ、どうなの？ワード的に、でも意味的にも別になんていうか誰かを否定することでもないからいいよね。うん、まあそうじゃない。俺の女はゲイなんだ、うん、別になんか事実をこう捉えていってて、うん、まあ別にゲイっていう言葉も差別用語では別にないし、うん、まあビッチをまあどう捉えるかですよね。まあ B、まあ B is gay ぐらいにしとくか。そうですね、うん、でもまあこの曲自体はそんなまあ騒いでほしいっていうのも一番ありますしね。はいはいはい、うん、難しく捉えずに、はい、だったらだ、まあリズムとしてはタッタラダッタッタッタラッタ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 か、タッタラダッタッタッタ。 How can I be homophobic? My bitch is gay みたいな感じですかね。 How can I be homophobic? My bitch is gay。 はいはい、うん、それでなので、はい、これを歌っていただければと思いますけど、まあシンガロングって感じっていうよりかはちょっと今回はセントラルシーの意外な詩の魅力に、意外って言ったらごめんね、はい、詩の魅力について見てみましたけれども、こういうこと歌ってます、みんな、はいはいはい、バシバシ踊ってますけれども、意外とこういうこと言ってんだ、面白いなって思ってもらえたらいいな、はいはい、いいかなと、はい、思いまして、今回は知ってるらしい、うん、どうじゃやってみました。はい、はい、この曲ね、概要欄に YouTube つけておきますので、ビデオの URL 載っけておきますので、皆さんそっちもぜひチェックしてください。はい、皆さんチャンネル登録、それから通知ボタンのオン、もしこの動画が良いなというふうに思いましたら、高評価もぜひよろしくお願いします。そして、コメントですね、コメントいただけると大変嬉しいですし、まあ、コメント以外で、各種ソーシャルメディアですね、 Twitter、Instagram、 そのあたりもやっておりますので、そちらでもぜひ気軽に絡んでいただけますと大変幸いです。よろしくお願いします。はいはい、では今日はこの辺で終わりでございます、はい、ありがとうございました。ペースピース。日本語ラップがよくかかるようなクラブでもこの曲は知ってますみたいな子多いんですよ、うん、ああそうなんだ。若い人、うん、ローレルとか、まあそうそうそう、本当日本語ラップで踊りまくってて、うん、まあちょっと正直 US の新風は分かりませんみたいな子たちでも、うん、子たちって言い方あれですけど、 US の新風の反応悪くてもこれは分かるぜみたいな、うん、すごい、そうなんですよ、現象としてすごい、現象として面白いんですよ、はいはいはい、うん。